旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密ですよ。
ダルカミ様、あの人が無事でいられますように。あの人が無事でいられますように。でも、その前に。
ちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいね。いつか私に盗まれたら、あなたの命も私の手の中に落ちちゃいますから。